はい、よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の死シリーズ第66弾やっていきましょう。で、ちょいと見慣れぬ <laughs> ものがありまして、あの、7番見てほしいんですけど、7番、丸じゃないんですよ。問題番号が。これ、鬼です。はい、あの、角が入っております。で、これ何かっていうと、刺、ま、繍、あ、なんで基本的には、あの、受験本番で落としてほしくない基礎問題。ただ、今回ちょっと難しいです。全体的に。難しいんですけど、その中でも、まあ、捨ててもいいよっていうマーク。 にします、まあこ毎回毎回ちょっと意味は変わると思うんですが今回はそれだと思ってくださいただできてほしい覚えてほしいっていうものなんで入れたんですけどねいいかなまあそんなんがこれから出てくるよっていうのだけあの頭の片隅に置いといてくださいではいつも通りね10問やってもらって分かんない問題とかあったらねこの後自分が説明していくんで聞いてみてくださいでは早速始めてまいりましょう <laughs> 途中であ画面下げますねいつもと違う雑談入れたからちょっと分かんなくなちょっちゃったよいしょ で今回は動画絶対長くなります <laughs> いつも長いけどねシュシュはね。である都道府県のまた効率問題使ってんですけどあのその都道府県が A 問題と B 問題があるんですよ。B 問題の方が選択問題って難しいんですけどそっちも入れてあります。だから難しいんですちょっと特に後半ですが自分がここに何で入れてるかっていうとそれでもみんなにできてほしい。 どんな学力層の方でもできるようになってほしいっていう思いがあって入れておりますまちょっとね難しいなと思うものがあるかもしれないんですがよかったらね粘り強く見てみてくださいではサクサクいきましょうまずね掛、えー、け算割り算が入っておりますまあ1個ずつね掛け算してから割り算しても構わないですし自分はこれあの一気にやっちゃうのが好きなので最初の最初の項と掛け算の1個後ろの項が上に乗りますとこうやってね で、割り算の後ろが下に来ますと。で、あとは約分を、しゃしゃ2になって、y 消えるってやると、2と x と 2x が残っているので、掛け算すると 4x2 乗と。あの、もちろん1個数やっても構わないですからね。で、次、ルートです。えー、ルート18。18が 9×2 です、こいつが。9×2。つまり、9が3の2乗なので、 こいつはになりますつまり3 √ 2ル6 √ 2なんで√ルートの中身が揃えば引き算はできますルートはだから3く6するとマイナス3そして√の中身は変わらないからマイナス 3√2 とで因数分解です因数分解だからカッコカッコっていうあの状態で終わりねでえっ、ー、と足してプラス4 かけて -12 になる数字のコンビを探しましょう。かけて12って、まあ、1×12 とか 2×6 とか、まあ、3×4 っていう候補が上がるんですけど、その中で今回4を作るためには6と2を使います。6と2って引き算すれば4になりそうでしょ。だから、まあ、自分がよくや書くやり方ですけど、まあ、X 書いてしまって、あ,あ、6と2を使うなって。で マイナス12なんで、どっちかマイナスなんですよね。かけてマイナス12にするには、どっちかがマイナスになると。じゃあ、プラス4作りたいから、こっちをプラス6にして、こっちをマイナス2にすれば、足してプラス4になりますよね。だから、これで終了。確か前の死守で言いましたけど、この二次方程式を解けと、最初からイコール0がついてたら、この後に、x イコールマイナス6と2って答えなきゃいけないんですけど、今回ついてないので、 因数分解しろと言われたら、ここで終了。止まってね。で、次に、えー、二次方程式。まあ、イコール0がついてるんで、解きなさいと。つまり、x イコールほにゃららまでちゃんとやってね、と。で、これは、因数分解ができないんですよね。できないので、どうす、まあ、大体ね、この x2 乗のここに数字くっついちゃったら、ちょっと手が出ないので、あの、あいつです。解の公式を使ってください。 で解の公式ちょっと今回書くスペースないんでね口になっちゃってごめんなさいなんですが x イコール 2a 分の b プラスマイ b ス1回書いとこう x イコール 2a 分の b プラスマイ b ス√ b 2 − 4 a c 呪文のように覚えるやつねこうですで a はここの 3b はここの −5c はここのプラス +1 をそれぞれ代入すると。 で入れていくと a が3だから下が6分のマイナス b なんでこの b マイナス5にマイナスつけるからプラスに変わって5プラス,マイナスルート b の2乗だからマイナス5を2乗すると25ですねマイナス4 a c っていうのはマイナス4 × a × c ですつまりマイナス4 × 3 × 1するとマイナス1 2とつまり13ですねこの中身は13になる。 でルートっていうのは必ず中身チェックをしますなんか出れえかなっつってたらルート13って何も出てこないんですねだからここで終了今回はこれが答えになります下に書けたかな書こうと思ったらねまあひとまず今回ちょっと番書量がやばいのでこのままいきましょうで5番ですあの急にここねサクッと優しいの出てくるんですがこれ解きますでこれは x がくっついてるのを左側左辺ね x がくっついてないのを右辺右側に集めればいいとちゃんと書くとここまで書かかなくていいからね試験本番二 x こっちに持ってくるからマイナス二 x イコール三をこっちに持ってくるからマイナス三でもともと六いるから六とつまりこっちは三 x イコールこっちは三になる両辺三で割ると x イコール一となってこれで終了となります。 ここあれだったな赤赤でかぶったからちょっと見にくかったねごめんよで6番は、えー、これ B 問題ですねもう分数をがっつり入れてるでも解けてほしいこれは解けてほしいですでえー、とっと括弧の前に2分の1がくっついてるので2分の1を分配法則して1個数まとめていくのでもちろん構わないんですが俺だったら俺はこの2分の1っていうのは書き直すとこうと一緒なんですよちょっと消しちゃいますねこうこうやって。 2分の x y と同じですそれを書き直してるのがこのパターンなのねだからこれだと思ってやってしまえばあ分母2と3だから通分してやっちゃおうかなと思います俺だったらいや俺はそっちでやったのでちょっとそっちでいきますねだから6で分母をまとめますまとめるでこっち2を6に変えたから3をかけてますつまり分子上にも3をかけるから 9x-3y となります でこっち3を6に変えたので2をかけますで2をかけるんですけどここにマイナスがいるのでマイナス2をそれぞれ掛け算してください分配法則で配る感じですだからマイナス2をかけるからマイナス 8x プラス 2y ですであとは分子ね x 同士 y 同士を計算すると6分の x えっ、ー、とマイナス y か これで終了といいかなまあ自分はこうやってやっていきましたけどもちろんね分配してこれもス 3, 3分の 4x+3 分の y って分けて、X、と y をそれぞれ通分してももちろんできますんでどちらでも大丈夫です。できました鬼です <laughs> あのーまあ入れた理由はねこの。 カッコの中身が同じなんですよね。で、これ解けて二次方程式なんですけど。で、これは有名なやり方があって、このやり方は絶対覚えてほしいの。みんなに。何かっていうと、中身が同じだから、まずここを文字で置き換えちゃってください。もちろん慣れてる方は置き換えなくてもいいです。で、今回ちょっとラージ X だと多分番書見にくいかもしれないんで、ちょっと大文字の A 使いますね。X-2 を大文字の A だとします。そうすると書き直すと、 2 a ス3 a プラス1イコール0とこうなります。でよでこれが因数分解できて因数分解できてで、えー、と最後に a をもう一回 x−2 に戻してっていうパターンが王道なのね。でこの問題なんで鬼かっていうとここがねすんなり因数分解させてくんねんだわ。いやさせろよっていうね <laughs>、まあ、B 問題だからっていうところだと思うんですけど。 で、この因数分解は、まあ、普通で行くと解の公式を使います。解の公式。で、使って一回やってみましょう。やってみると、えっ、ー、と、a が、まあいいか。さっき説明してるからいいね。2a 分のなんで、4分の、マイナスじゃねえや、プラス3。マイナス b、プラスマイナス、b2 乗、マイナス 4ac。ここがポイントで、b2 乗が9です。マイナス 4ac がマイナス8です。つまり1なんです、ここ。で、ルート1って、 1> 1なんだよね1ルート外れるからでこの場合どうやるかっていうとちょっと変な書き直し方するけどプラスパターンとマイナスパターン両方読んでくださいだからまずプラスマイナス1って書いてあるんですけどプラス1の時は4分のプラス3プララススつまり上4だよね4分の4だから1なんよこれ1。 で、マイナスパターンは、4分のプラス3マイナス1だから、分子が2になるんで、4分の2なのね。つまり2分の1なんよ。2分の1。で、でよ。で、まだこれ答えじゃなくて、求めたいのは X です。今、A だから。X イコールにしたいから、最後、この A を、今、もう一回 X、X マイナス2に戻せばいい。ここをね、こうやって戻してあげる。そうすると、A は今、1と2分の1で出るから、1と2分の1なんです。こう書くと。 で、マイナス2を右辺に持っていくと、プラス2になるじゃないですか。それを、それぞれに、プラス2しちゃって構わないので、プラス2すると1、1たす2で3。2分の1たす2で2分の5。となって、これで終了となります。終了。本当は、ここ回の公式入んないんだけど、王道パターンだとね。 ただやり方としてはカッコの中身が同じになってる時はそこをもう置き換えろって言ってるからもうそのサインなんだわだからそのやり方はおしゃうとごめんおしゃれてって押さえてほしいでちなみにですけどあのまあ学校の先生でもやってくれる方いるしまあ塾でね進学塾行ってる方とかは知ってると思うんだけど高校になるとたすきがけっていう技を教えてもらいます自分も動画撮ったことあるんで一応リンク貼っておきますね右上のビックリマークかあの下の概要欄に貼っておきます これ、たすき掛けっていうのを使うと、実は、一応書こうか。たすき掛け使うとね、えー、っと、いくつだえー、っとマ、マイナス1、こうか。こうやってすぐ因数分解できます、これ。実はできるんです、因数分解って。で、これ解くと、a イコール2分の1と1って出てくるから、ここ持ってこれるんだよね、すぐ、こうやって。そう。だから、すぐ行くこともできる、たすき掛けを知っていれば。 だからまあリンク貼っておくんでそれ見てねああなるほどそれもあるんだねって新しい知識として得てもらっても構わないですしでもみんなは解の公式っていう、ね、あの無敵の技を知っているのでそれを使えばこうやっておくことができますと。まあいいかな抑えてほしいのは置き換えろっていうサインだぞっていうその部分です。で8番ですね。 えっと、まあ、この、これはね、まあ、XY、こう見て、これを求めろって言った瞬間にも心が折れてしまう方ももしかしたらいるかもしれないんだけど、これもね、よく超出てくる有名なパターンで、こう置いてあるじゃん。で、まあ、X 分の1って Y 分の1ってあるから、まあ、こっからさ、X 分の1を求めたいわけよ。で、そうやって、ま、置いてみるじゃん。X これだから、こうなるわけ。もう、見るに変えないとかも嫌だーってなるかもしれないんだけど、これね、 有理化のっていうある有理化。あれ、分母。分数の分母。下にルートがあった時で良くないから、有理化をすることで、ルートを消しに行くんだけど、これも有理化ができる。で、そのやり方を覚えてほしくて、これの有理化ってね、こうカッコつけるじゃん。そしたら、前の2は同じで、ルートのところの符号をこうやって変えるわけよ。こうやって2。2マイナスルート3をかけるの。ただし、下だけにかけたら不公平なので、もちろん上にもかけますと。こうやって。こうやってやるの。 そうすると何が起きるかっていうと、下ね。これまあ公式使えば計算できるんですけど、これ4-3になるんです下、下。4-3。だから1なんよ、結局1。つまり、これ計算すると、まあ上に 2-√3 残ってるから、1分の 2-√3 なんで、結局こうなるんです。え、ここ変わっただけや、みたいな。だいたい予想つくと思うんだけど、こっちも同じね。こうなる。で、もちろん下にもともと 2-√3 がいるので、 有利化するために2プラスルート3をかけますと。で、上にもかけますと。そうすると、分母、下がこれも4-3になるんよ。つまり1なのね。だから、結局、y 分の1も残るのは2プラスルート3って。こうなるだけ。だから、これさえ分かっちゃえば、あと入れるじゃん。ここに x 分の1にこいつを入れると。そうすると、 1>, 1がもともといるから3、3マイナスルート3になるわけ。で、こっちも y 分の1に入れると3、3プラスルート3になるわけ。あとはこれ計算したら終わりだもん。そう、終わり。で、もちろん公式を使ってね、これ中のパーツがさ、3と3。ルート3とルート3っていう。パーツが同じで、しかもプラスマイナスっていう符号が違うパターン。公式でね、みんなが教科書でやった時はこれよ。 x yx プラスス y、x、マイナス y ってやつパーツが左が同じ右が同じただ符号が違うぞっていうこれ公式すると x-2-y 乗,乗だよね展開の公式でだから左のパーツの 2- 右のパーツの2なんよだから左のパーツって3じゃん2乗すると 9- 引く右のパーツってルート3ルート3ってルートは2乗するとルート外れるから3が出てくるつまり9-3だから6ってこれで終了 ま、正直言ったら死守に入れるか迷いました。迷いました。これはね、死守、普段やってる刺繍レベルよりは高いから。けれども、もう66回もやってるシリーズだから、たまにはいいかなっていう。で、個人的にはやっぱりこれほんと有名な問題なんで、えっと、自分はね、いつもは捨ててたと、こういう問題見ても、チャレンジもしなかった方もいるかもしんないけど、そういったね、64本もこうやって見てくれた方が、もう一段階レベルアップするにはいいかなと思って入れました。まあ、皆さんが捨て問題にするかは任せます。これに関しては。任せるんですけど、よかったらね、 解けるようになってくると嬉しいです。そしてあと2問参りましょう。図形ですね。で、ここは、えっと、9番は三平方の定理が必要なので、まあこっ、こち今年ね、コロナの関係で三平方が、えっと、抜けてる方、受験範囲からね、まあ、まあ、見なくても構わないですけど、まあ、一応説明していきます。で、9番、こいつの表面積です。円錐の表面積。つまり、表面に見えてる部分の面積全部ね。で、ポイントは、えっと、こいつ。 円錐って展開図を作るとまず扇形ができます扇形これは横のこの部分ですこの部分こっち横のねここが扇形で下にまあ蓋というか底の部分ねが円がくっつくとつまりこのめ面積全部求められれば OK ですで今ここがさ3って出てますよね3ここが4なんですよでここ出てないんですけどここ5です いや計算しろよって話なんだけど <laughs> これ三平方って有名なやつであのー、直角三角形って3対4対5って決まってるんすよ。斜辺の部分が5ね。ってなる。でちゃんとやるんだったらこの斜辺の部分今分かんなかった場所を x っておくと滑り台の斜めの斜辺の部分の2乗イコール4と3出てるから4の2乗足す3の2乗って。そしたら x2 乗イコール25でしょ。 2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつくからプラスマイナスルート25だからルート5に,あごめん5になるとでも長さにマイナスなんてありえないからマイナス取っちゃいましょうぜつまりここは5でしたよねっていう、まあ、これが三平方ね、まあ、使ったのはでこれさちゃんとねちゃんとやるんだったら、えっと、中心角求めてって流れで持ってくんですけどこれ裏技覚えてください円錐い円錐が出てきた時にはこの表面積じゃないごめんえっとここ側面積横の部分ね ここの面積って一瞬で出ます。これ 15π です。15π。なぜかっていうと、この形が出てきたときに、ここ、底面の半径。半径かける母線。これ母線っていうのね、斜め。母線っていうんだけど、こことここかけて π つけたら、ここの表面積じゃなくて、ごめんなさい、側面積になります。これ覚えておきましょう。楽できるから。で、あとは、底面ね。ここ。でも、小型の円だから。 円は半径半径径でしょつまりここは 3×3×π だから 9π なわけつまり 15π と 9π 足せばいいからえっ、ー、と写ってるねしたら行こうこっち表面積は 24π と平方センチメートルこれで終了となります、えー、この技ぜひ覚えておいてくださいすごく便利なのでごめんね今回あのちゃんと中心角求めるやり方ちょっと書けないんで紹介できてないんですけど いいで,しょうかでラスト作図でございますで、この作図もえ知らないとなかなか手が出ないと思いますあとは円周角の定理の考え方が必要なので円周角がね受験範囲から外れてる方はまああのスルーしてもらっても構わないんですが求めたいものはこいつ円をの接線接線っていうのは円の外側に接する直線ねぴったりこうくっつくやつをその接する直線の中でも P を通るものを求めてくださいっていう。 で、実は書くものめちゃくちゃ少ないんです、これ。めちゃくちゃ少ない。何やるかっていうと、まず PO を結んでください。定規で、ピーッつって。あ、ずれました。すいません。ずれします。<laughs> ごめんね。えー、結びます。で、この PO を直径とする円を書いてください。書けますか、皆さん。これを直径です。つまり、こういう円です。こういう。さあ、どうするってなったときに、これは、こいつの中心さえ分かればいいんです。中心。 中心ってことはさ、これ直径でしょ半分にすればいいじゃん。中心なんてちょうど半分なんだから。だから、半分にするやり方ってみんな何かできるかなって。みんなが持ってる作図の技って3つしかないわけよ。ええっと、垂直二等分線。えー、角の二等分線。そして、垂線です。どれかって。半分にする技は垂直二等分線です。つまり、コンパス、青にしましょう。えー、コンパスを持ってもらって、針を刺します。ちょっと大きめで開きましょう。こう開いて、シュッてやる。えー、シュッていう感じ。 その幅を変えずに針を刺します。またこっちからシュってやると、シュってなります。えー、適当でごめんなさい。で、これを結ぶと、ちょっとね曲がってますけどね。ここに、えー、垂直二等分線だから、垂直出し、こいつを二等分、つまり半分にする線が描けました。だから、これ半分にできたから、直径を半分にしてるから、半径と半径になるんだよね。ってことで、針を刺します。 さして、半径に合わせます。で、くるって引けば、絶対に円が描ける。こうやって。こういう感じで。ちょっとな、長くなっちゃったけど。でです。描きましたと。じゃ、あ最後何するかっていうと、P を通る接線を描きたいんです。P は通さなきゃいけないね。絶対に。ここは通さなきゃいけない。あと、どこかっていうと、ここです。こっちでもいいんだけど、まあ、1個描けって言われてるから、上、上を使います、今回。ここを、 これこれが答えです今回以上ですで最後は説明します何でこれで書けたのかっていうえ接線の特徴これは覚えてください円があります接線があります中心から接線に引いた時必ず垂直になりますこれはもうルールですなるんですで今つまりこの接線書くってことはここにねこうピーって引いた時にここが垂直になればいいと なればいいでしょで今ここのちょごちゃごちゃしてもごめんなんだけどこの三角形を見るんですこここの三角形この三角形見た時に青の円描きましたよね円周角の定理で円の中に内接くっついてる三角形って直径を1本使うことで絶対ここ 90° 度になるんですよね円に内接する三角形中にくっついてる三角形は一辺を直径にするとここが絶対に垂直になるんです だから、ここが垂直になるっていうことは、線引いた時に絶対これ接線なんですよ。90度になってるから。だからそれを書くために、円を書いて、ピーって引きましたっていう。だから理由が難しい。やってることめちゃめちゃ簡単なんだよ。垂直二等分線しか書いてないから。いいかな。こんな感じで円の接線を書くことができます。これもすごい有名です。問題としては。もちろんこれがちょっと応用されたり、ちょっと変化させること、変化球でね、出てくることはありますけど、 こういうふうに書くことができますので、ぜひやり方書き方覚えておいてください。ということでちょっとね。駆け足になったのと、まあ今回はね。難しい問題が多かったと思うんですが、あの全部10問ね。もう絶対全部できるようにしてくださいとね。1問も落とすんじゃね。えぞとそこまでは言わないです。みんなが目指してるレベルによっては捨て問題もあるかと思います。ですけど、あのや聞いても聞いてみてね。最初問題見た時はこの辺は絶対無理だって。手が出んって思ったけど。 説明を聞いてみたら、いや、できるかもしれないって、もしちょっとでも思ったんだったら、粘って頑張ってごらん。その気持ちは大事にしてほしい。それを、その気持ちを大事にして粘り強く練習していくことによって、あなたの1問、あなたの1レベルが上がることになる。いいかなぜひね、復習してもらって自分の力で解けるようにしてください。では、今回はね、高校受験対策の支旨シリーズ第66弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました